はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です。えっと、本日もね、あの質問に答えていこうと思います。えっと、トリプルエクステンションって何っていう話についてね、ちょっとね、今日は語っていこうかなと思います。はい、えっと、自己紹介なんですけれども、私は体感デザイナーという肩書きで先天的な体の使い方を指導させていただいております。 はいえっと、前回、まあ、前々回ぐらいですね、まあ、毎日何百回で、ね、投稿してるんで、あのーまあ、ラダーの、ね、説明をしたにあに、あのトリプルエクステンションの話をして、それって一体何ですかっていう、ね、あの質問を、ね、受けたので、ね、それにちょっと、ね、答えていくんですけれども、あのまあ、トリプルって、ねあのまあ、文字通りあり3つなんですねで。3つの関節のことを言います。足関節、膝関節、股関節、この3つのことを言います。でエクステンションっていうのは、あの進展まあ、伸ばすっていう。 えー、形になりますであの股関節、膝関節、足関節が曲がった状態から、えー、と爆発的にグッとかね伸びたりすると、まあ、アスリートの中ではあのパワーの源であったりとかねあの爆発力の源になる、えー、とそういう、えー、と動きのことをトリプルエクステンションっていうんですけれどもあのトレーニングでしたらあのクリーンとかあとスナッチとかですねあのこういうトレーニングであの、まあ、爆発的な、えー、とパワーを生むトレーニング。で えー、言われてるんですけれども、えーと、あとね、アスリートの中でしたら、あのパワーポジションからのねあの爆発力で、ね、トリプルエクステンションをねあの使うっていうふうに言われてますで。パワーポジションっていうのはね、あの股関節、膝関節、えー、とあと足関節ですね。はい、とかあとは、えーと、しっかりとね体幹がぐっと入るポジションであったりとか、えー、とまあ 肩の位置がえっとニュートラルなポジションになったりとかって、パワーがねあの入るポジションになるんですけれども、このパワーポジションっていうのはちなみに言いますと、瞬発力、あとはねパワーがね出,る出るポジションであったりとか、あとはねバランスが取りやすいポジションだったりとかね、つまりねあのパフォーマンスが上がりやすいポジションということなんですね。あと何よりねあの怪我しにくいポジションです。 であとで、このパワーポジションのフォームなんですけれども、あのこれは、ね、人によって、ね、違うんですよあの。こうやって見ていただいたら分かる通りね、あのこれ、私があの指導させていただいている学生たちなんですけれども、あの右側が、えー、とちょっと前傾姿勢ですね、あとちょっと首が前に出たりとかってなってるんですけれども、あの左側の,あの選手でしたら、あのちょっとね、あのまあ、背中がこうピーンって立ってるような状態。 なんですけれども、あのー、これね、あのよーく見ていただいたらわかるんですけれども、やっぱりね、人によって違いますね。はいよく見なくても <laughs>。はいよく見なくても、やっぱりちょっと違いますね。で、あのー、この2人にね、あのー、共通しているのは、あのー 3つの関節がちゃんと機能的に使えるかっていうところなんですね。で、あの同じフォームでも逆に、まあ、めちゃめちゃ綺麗なパワーポジションを取っててもあの、機能的に使えていなければそれはパワーポジションとは呼びません。トリプルエクステンションもしっかりとできません。なんで、あのその3つのひざ関節、えーっと、股関節、あと足関節ですね。すみません、ちょっとバラバラになって言いますけど、あの その3つの関節がしっかりと爆発的なパワーを生むポジションというのは人によって違いますのでね、そこのところをね、ちょっと頭に入れておいていただければいいかなと思います。はい、えっと、またね、わからないことがあったらね、私のえとまあブログであったりとかね、あと体幹デザイン理論っていうあの先天的な体の使い方がありますのでね、そちらの方でね、見ていただいたり、本当にね、わからなければね、 私の方にあのご連絡いただいたらねあの、指導させていただきますのであの、ぜひお待ちしております。はい、すみません、ちょっと、ね、長くなりましたけど、まとめになります。えー、とトリプルエクステンションというのは、足、膝、股関節の3つの、えー、と関節のことを言って、それを伸ばすというので、えー、進展させる。これがトリプルエクステンションなんですけど、それはあのアスリートにとってのパワーの源です。で、その源を をしっかりと生み出すためにはあのパワーポジションっていうね、あのしっかりとパワーの出せるポジションで、えー、と構えとかないといけないっていう話になりました。はい、えっ、ー、と、ツイッターやってます。コンディショニング YMD で出てきますので、こちらの方をご覧ください。で、あとね、ブログもやってます。体感デザイナーのつぶやきで出てきますので、こちらの方もご覧ください。えっ、ー、と、そしてね、あの、最後にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。